画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。さあ、とうとうやってまいりました、ラフトというイカダ海洋サバイバルゲーム、こちらの方ねやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。もともとはね、学生が作ったゲームで、公開されてたんですよ、昔ホームページで。でそれをちょろっと、体験版みたいな感じでプレイしてたんだけども、この度ね、あの Steam から正式リリースということでおめでとうございます。インスタグラムでね、開発状況を見てたんだけど、いろいろねアイテムが追加されるどうこうっていうのあったんだけど、まさかここに来て Steam で販売するにまで至ってると思いもしませんでした。しかも見てください、日本語、完全日本語が、しかもキャラクターを選べます。キャラクターの名前、生まれたてのジジ若者か、お兄ちゃんか、若者はゼッケン番号1番、まあ、おっちゃんでいきましょうか。生まれたてのジジだし、ジジでも何でもないんだけども、キャラクターこれで世界に参加というのがあるので、もしかしたらこれマルチができるっていうことかな。いやー、そこら辺楽しみだね。そして新しい世界、クリエイティブ、イージー、ノーマル、ハードと。でイージーだと空腹と喉の渇きを管理しやすいと、再開後インベントリはなくなりませんということで、まあ、通常のプレイでもいいんじゃないかな。うん、あなたの世界の名前、独居、独居、老人友達のさんが今日、そんなこともできんの？誤爆って何これ？誤爆ってなんすか？誤爆？いや、ちょっと待って、これよくわからないから置いときましょうか。早速世界の作成します。世界の作成というか、私遭難してるから言ったらね、ライフオブパイっていう映画あったよね、遭難する少年が。あんな感じで、おお、うわ懐かしい。ちょっと待って待って待って、あ、そう、これでアイテムを、あ、これさ、どうやって、今まで投げ方が、あー、サメ結構サメ、あー、わかった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 、懐かしいこれ。はい、あー、そんな遠くまで行けないんだね。自分の手で取るか、このねロープを使うかで、命運を分けます。あれ、ちょっと待って、今ダメだの？懐かしいね。もっと雑な感じだったんだけどね、昔は。ほらね、来たでしょ？はい。あー、長さが足りなかったな。ほれ。いいね、葉っぱを手に入れた。この下にあると思うんですけども、こういうのをね、集めて、で、このイカダでね、漂流してるわけだけども、まあ、生き延びていく。うん。目的はやっぱり人間の意志というか、サバイバル本能ですからね。はい。定期的にね、サメが追いかけてくるんですよ。追いかけてくる。あの、イカダを壊そうとしてくるのね。で、そこが怖い。まあ、どのサバイバル映画においてもね、海とかのサバイバルでは、やっぱサメは怖いんよね。あ、今のダメか。あの、樽は、絶対手に入れたい。届かねえ。なんか、あれだね。これ広げないとダメか。え、そこもダメなのこれ。いや、やっぱ手短くなった。あの人。はい、どっこいっしょ。いろいろ手に入ったね。このぐらい近いといいみたいですね。で、左下にあるハートマークが、まあ、いわゆる、体力。そして、肉マークが空腹かな。うん。よいしょ。あ、なんだあれ、ソファーみたいなのがあるぞ。あのソファーなんかちょっと欲しいな。なんだあれ。これなんだ。で、一番上が喉の渇きです。おっ、オッケー。いやいや、アイテムめっちゃ流れてくるけどさ。なんかこれ、タイタニック号がなんか沈没したのかな？
ストーリーはさっぱりわからないんだけど、その辺もしかして追加された？気になるよねそういうのね。めっちゃ入ってるね。やっぱあれね、タル狙うべきだね。さあここでインベントリー開きます。うん、昔と違って、あ、こうやって作るのか。まず斧を作りたいが、ロープが足らない。いや、ロープも多分作れたよね。ほら、ロープあるでしょ。ヤシの葉で作る。懐かしいね、もうむしろね。あ、そうだ、あの最初食料とかがやばいんで、こういうのを手に入れときないといけないですね。ただ、物資も拾い続けないといけないっていう、この意外と忙しいゲームだったりするんだよ。ほっ、プラスチックか、あれ。この端っこから、おら、イエスでもどんどんアイテム持ってなくなっていきます。この辺も気をつけないとね。どれ、食料系をやってみましょう。簡素なグリル、食べ物を料理できるということなので、こちら作っていきましょうか。魚が釣れるようになったら使えるやつだっけな。あ、建築用ハンマーとかも、わ、この辺も重要だった。そうだ、建築用ハンマーは作りましょう。こういうの大事だからね。作ったけども、あ、手に入れてますね。で、釣り竿、こちらロープが足らないと。うん、サメの餌、斧もロープが足りないか。 OK、 ロープ作っていきましょう。ということは結局ヤシの葉が必要になってきますね。うわ、めっちゃ増えてるね。あ、楽しみだね。あはーはーはー。あ、で、これじゃがいも作るやつですね。で、簡素なベッド、ストレージボックスのロープが必要になるんですよ。うわっ、あ、危ない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 。斧がね、まだ作れてないからね。始まってもうたな、始まってもうたな。奪い取られたな。ちょ、待て、ちょ、待て、ちょ、待て、待て、これヤシの葉を、ヤシの葉を集めないと。危ない危ない危ない。これ、下手するとほんとね、すぐ持ってかれますから。え、ちょっと待って、島がある。嘘、嘘、島追加されたの、これマジで。やめて、サメ、やめろ、サメ、私はほっといてくれ、サメくんよ。私は美味しくないんだ。老人の肉なんか食べてどうする。ちょっと待て、あれどうなるの。昔はね、永遠と海をさまようという状態だったんだけども、今はどうなるのこれ。え、これいけんのこれ。お、これ葉っぱとか、え、ちょっと待って待って、え、これ、うわ、何も、これもしかしてさ、アイテムがあればいけたかもしれないってことなのかな。もしかして、あそこにもなんかあるぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか浮遊してる人がいるんだけど、何あれ、何あれ。よし、だいぶヤシの葉集まったと思うので、ここでちょっとロープを作りたいと思います。はい、うん、ちょっと待って、よしよし、ヤシの葉だけはほっとかなきゃ。いいね、結構ロープ重要になってきたね、これね。よいしょ。で、樽がだいぶなくなってきてるけど、また島あるんだけど、あそこ。さあ、これでどうでしょうか。斧、戦えるやつ、斧作っておきましょう。あー、あと板とまだロープなんだね。結構いろいろ必要になってきますね。
よいしょ。お、音楽が追加されてる。何？マジで？音楽とか追加されてんのこれ。まさかの？嬉しいね。自分で前は音楽をつけてたんだけど。まさかの音楽ありだと？やはり精神版になっただけあるよね。よし。あと板もガンガンに必要です。ほら、うまいことやらんと。これもだって耐久値があるもんね、よく見ると。サメがずっとついてくるんだよな、あいつ。おっ、だいぶ水が少なくなってきたな。急がねば急がねば。よし、さあ行きましょう。建築用ハンマーも作ってあると。うん、で釣りもうちょっとロープが必要だね。急げ急げ。リサーチテーブル、なんだこれは。新しいアイテム作る、マジかよ。空のカップもちょっと2個ぐらい作って、さらに洗浄機。え、簡素な洗浄機、これ水をもしかしてあれするやつかね。とりあえずやれるだけやってみましょうか。うわー、島や、島来た。危ない危ない。おっと、おい、ちょっと待て待て待て。おーおーおー、ちょっと引っかかる、引っかかるぞ。引っかかった島に。そういうことあるの。よし、さてここで喉が渇いてきたのでこちら置きます。そしてここに噛みつかれたらやばいんで、神よ、流れがこちらに来ているぞ。アイテムがこっちに来ている、素晴らしい。あの島にぶつかったから進路が変わったと。あ、そういうことか。面白い、面白いぞ。 OK、 ちょ待て、ちょ待て。これで叩くんだ。うわ、なんか叩いても全然あいつ平気そうな感じでしたけど。やっぱやばいな、あのサメ。あ、壊れた。これ壊れたら非常にまずいね。プラスチックフックっていうの。これはきちんと作っとかんといかんね。で、壊れたとこを修復しておいて、で、常に、木は必要ですね。修繕するのに。あ、しかも夜の概念まで入ってきてる？マジで？さて。喉が渇いてきたので、こちら、塩水を入れて、塩水入れた。これを、あ、ちょっと待って。注ぐ。塩水入れる。注ぐ。塩水を入れる。ほう、注いだ。で、え、木を置いて、ん？ほう。燃やす火とかが必要になってくるのかな、俺は。さらに、塩水入れて。あ、カット置けばいいだけみたいですね。そいつは、そいつを逃がすな！そいつを逃がすんじゃねえ！よし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 、危ない危ない危ない。で、これで、一時経ったら水が飲めるようになるはずなんですよ。危ない危ない危ない、早く水、これ早く早く水、早く注ぐ。おお、できたできたできた、飲みました。うわ、回復した。あー、よかった。危ねえ。で、一個までこう
こが溜まればこっちに移るということなんでしょうね、おそらくね。しかし今度お腹が減ってくるということで、こちら、作物作れる、畑みたいなものを設置しておきましょう。こちらね、ここにジャガイモをポテト植えると、生のビートも植えます。で、新しい水が必要ということで、液体を、海水じゃダメなのかな。で、嵐になると辺りが結構見えづらくなるみたいですね。で、しかもぐいぐい揺れると、もう私乗り物酔いが激しすぎるので、本当にこんな状態になったらもうやばいよね。新しい水が必要ということで、まあ、もしかしたらこれ新鮮な水のカップ、こちらを飲まないで入れなきゃいけないんだろうね。ただ一回飲んどいて、どんどんこう作っていかないと、次々とね、ちょっと待ってな、やばいやばい、また食われたぞ。これ武器役立ってるか私の。斧じゃダメなのか。あー、サメの餌じゃないとダメなのかもしれませんね。イカダが止まってしまった時にこれが役立つと。あー、木の槍の方だこれ。オッケーオッケー。しかし、これは、あれだな、早く食料をどうにかしないと。期待を注ぎます。はい。これで育ってくるはずなんだよね。で、プラス、やっぱり魚釣りが必要になってくると、今度。これじゃない、これじゃない。で、釣り竿をね、作んないといけないけども、ロープも足りないし。やべえな、これ。間に合うか、これ。ロープをめっちゃ作っとくと。おお、めまいがしてきた。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし。これで、早く育ってくれ。早く育ってくれ。よし、これでね、さらに釣りの道具作ります。これをよいしょ、こっちにもこれ入れとこうか。で、釣りの道具を使ってだね、ちょっと待って待って、あそこに樽もあるのに、ちょ、忙しい、これ。最高。来い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 。腹減ってる、腹減ってる。よし。生のニシン、生のニシン。こちらを、生のニシンを、食べます。ちょっとこれでしのいでいくしかない。サメを釣りたいぐらいですよ、私は。もうこうなったら。サメを食ってやると。板も取りながら、魚も釣っていく。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。やめてくれや。やめてくれや、本当に。うちになって、うちのマイホームになんてことするんや。よしよし。釣りしながら、釣りしながら。だから自分が置いた、重要な施設はきちんと囲っとかないと、やばいことになるということですね。腹減ってきてる、腹減ってきてる。
そして水、重要なの水、水もやばい、水もやばい、早くこれ食えんというようにならない。そしてさらにですね、重要なのがプラスチックも重要だけど、こう魚を料理する焚き火、簡素なグリル、こちら板が、あと必要だということで、板をなんとか集めるしかない。じゃないと私の命がもうやばい、もうやばいぞ。え、なんか悲しみが流れてる、悲しみに流れてる、悲しみの音楽が流れてるぞ。勘弁して、お腹減ってんのはわかる。よしよしよし、これでもうちょいなんだよ、もうちょい、一回生の魚食っとこうか、一回生の魚食っとこうで、水飲む、塩水入れて、注ぐ、飲む、オッケー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 、収穫きた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 、あぶね、ギリギリ収穫する、うめー、生のポテトを植える。いやちょっとこれ植えとこうか、植えとこう。そしてまた水、塩水入れてこれを注ぎます。じゃ注ぐじゃない、置く、カップを置く、こっちも座ってきてる、よしよしよし、さらに取ってく取ってく、忙しいぜ忙しい忙しいよ、本当にもう生きるのに必死。いや今の現代社会でも一緒なんだけどね、生きるの必死なわけですよ。みんな空気を吸うだけでね、お金を取られるこのご時世ですから。いや昔からそうだけど、ほらっと、オッケー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 、おっちょっと待って、水が、板を置いて、これを液体を注ぐと、新しい水を入れる、うん、さらに塩水入れて液体を注ぐ、塩水入れて、違う違う、カップを置く、オッケー、これでよし。その間魚をゲットしたいが、ここでアイテムゲットン、あそこでもアイテムゲットン、いいね、こういうボーナスアイテムはどんどん手に入れていくぞ。スッとこう、これよし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 、オッケー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 、何のサバイバルゲームにおいても木が重要になってくるっていうのはね、当たり前ですけども。さあ新しい水を入れるということで、完了、そいしょー、いってくれい、どんどん頼んだぞ、私生きろ、みんなも生きて、人生に絶望を感じてるそこの人、こんな筏の上で生活するにきっとマシな人生のはずだ。例えが極端すぎますけどね。お、うん、いいねいいねいいね。さてカップがないので、まあ、新しい水を入れれないけども、私はちょっと自分で飲まなくてはいけない。あ、これ、ね、海水だったな。これ海水でした。おいしょ。うん、よいしょ、いや大変だねこれ、収穫収穫、食べます、いや助かるこれ、でも食べ過ぎちゃダメ、植えないといけないから、オッケーオッケーオッケー、おい来た、びっくりしたびっくらこいた、こいつも絶対許さねえ、覚えとけよ。ちょ待て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 、とんでもない物資があそこに並んでんだけど。オッケーオッケーオッケー。よし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 。
頼む、取れてくれ、あれ。よーし、よし、よし、よし。三つとも取ったね。これ大きいね。これは大きいぞ。絶対あれは見逃したくないところだよね。そい。そして、石、木と。石は流れてこない。水を入れます。そして、海水を入れて、だんだん上がってきた。だんだん上がってきた。そろそろ私、あれだな。新しい水が必要か。こちらの方入れさせていただこう。プラスね、重要になってくるのが次の建築物とこの乾燥のグリル作りました。これによってやっと魚がね、グッと魚がグッとっていうのもなんか変な話ですけども、あそこ取っていこう。地味にねアイテム集めとかんで。いや意外と潮の流れ早いな。あれは絶対に手に入れる。あ、嘘、壊れた。プラスチック服が。あぶねー。すぐさま作りました。この建築の速さよ。OK。さらに新しい水を入れます。そして塩水のカップを置くと。うん。飲んでおこう。さあ。ここに魚を、生のサバ拍手しちゃった。サバ来た、サバ。いいね。ちょうどサバのなんか塩焼きとか食いたいなと思ったところなんですよ。プラスチックもどんどん必要になってくるからね。ほい、よーし、よし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 。いいね、いいね。楽しみ、サバ。新しい水、そして塩水を入れておきましょう。こなれてきたぞ。あー、よし。ここ落ち着いてきたところで、やっとストレージボックス、ちょっと作りましょうか。うん。トン。いや、こじんまりとしていますけども、これでも嬉しいですね。まあここに何を入れるかといったら、まあいらないものをね置いときたいんだけど、まだ全然物もある。お、調理済みの皿。ピラニアちょっと待って、ピラニアなんてあんの。はい、真水ね、海水。おお、見てください。もうだいぶね、喉の渇き潤いました。そしてサバ、うまい。サバうまい。サバうまい。オッケー。あ、ほら、あそこにもほら漂流者がいますね。なんかさ、なんだろう、あれ、人型のオブジェを作ってる人がいますけど、なんか波が荒くなってきたぞ。大丈夫かこれ。よいしょ。うん、潮の流れが速い気がする。で、さらに、海水も入れて、ほい。あ、来た。あ、来た。お、収穫。いいね。収穫してちゃんと植えとく。食べるのも大切だけども、植えとかないと。増やさないといけないからね。よいしょ。ほら、揺れてきたわ。揺れてきた。調理済み。オッケー。調理済みのやつを置くことができました。新しい水が必要だと。あ、ちょっと待って。新しい水を入れて、塩水を入れると。ほいっと。これで育つでしょう。うん。どんどん釣りもしていって、釣りもしていって、魚もゲットしないと。仕事だから、これ。仕事みたいなもんやからね。でも、
めっちゃ釣れるんだよね。こういう時釣りが下手だったら本当に絶望的なんですけども、ほいっと、どうやら私釣り名人みたいですね。いや、お腹まだ減ってんだよな、これ。よいしょ、さあこい、いいもの来てください。私の腹を満たしてくれ、生サバ、生サバよ、神様、仏様、サバ様よ。サバ様よってなんだろうな。おお、ヤシの葉、ヤシの葉、いいね、受け止めれる。ん、なんかこれ沈没しないだろうね、この勢いで。暇あったらもう釣りしとかんとダメだな、これ。ここに置いて、次釣れたら、海水入れとかないとね。水がやばいことになってきてるんで。ほいっと。まずは、ここに新しい水を入れて、ほいっと。しかし、しかし潮の流れやっぱ早いな、これ。OKOKOK。サメがなんかあまり、見かけなくなったね、逆に。そんなバカな噂をすればなんてやらと、お前の前で魚を食べてやろう。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。絶対壊させねえからな、ここ絶対に壊させねえ。ほっほい、いいね、ヤシの葉も重要。さあここで